高崎アリーナは、群馬県高崎市にある体育館。高崎市は、高崎市中央体育館、高崎市武道館の老朽化と、高崎市都市集客施設基本計画で、スポーツを都市集客の大きな要素としており、高崎市の観客席2000席以上の体育館は、バリアフリーに対応できていなかった。また、群馬県で開催された全国、関東レベルの大会は、 隣の前橋市にある群馬県総合スポーツセンターなどで開催されており、人、物、情報の交流拠点を目指す高崎市にとって現時点でスポーツ交流の拠点性がなかった。そのため高崎市は全国、世界レベルの大会やプロスポーツの試合が開催できるような体育館を2012年から計画し、2014年から 高崎駅近くの日本製粉工場跡地に新たな体育館を建設した。館内での試合風景、バスケットボール、バレーボールのコートが4面使用でき、全国、世界レベルの大会の実施を構想しているため、面積は3570平方メートルである。2階部分まで吹き抜けで2階部分は観客席になっている。観客席はアリーナ4面を囲む形になっており、 固定席は3021人分の座席がある。座席には列番号プレートが取り付けてあり、イベントにも対応できる。器具庫は7箇所分散配置で合計800平方メートルの大きさがある。また、大型の器具の出し入れを考慮し扉はすべて引き戸、有効幅が3.2メートルある。また、アリーナを4分割できる可動式間仕切りネットがある。アリーナ東側中央部に、 大会本部室、放送室がある。バスケットボール、バレーボールのコートが一面使用できる。コート面積は1031.8平方メートル。100席ほどの移動観客席が用意されている。他小規模な大会もとして使用できる。また、メインアリーナと同一フロアにあることで、ウォーミングアップ会場や選手控えスペースとしても使用できるようになっている。 サブアリーナ専用の器具庫や大会運営に使用できる控え室もある。柔道2面、剣道2面を同時に利用できるように設計されている。道場の床は、武道場専用道製と小字と床フローリングである。柔道場512条の広さを確保し512枚、すべての畳が収納できる畳収納庫がある。最大3分割できる、可動間仕切り壁があり、 多目的室としても使用可能である。また、車音壁として2枚一組でも使用可能である。アプローチ広場が南主玄関につながっており、大型バス2台が停留できるスペースがある。また、グルリン専用停留所がある。連絡ブリッジから高崎アリーナを望む。高崎駅方面から体育館2階に直接アクセスできる空中ホローがである。 上新電鉄の線路をまたぐように作られている。福音が6メートルあり、体育館からの避難路としても機能する。日常的にも、下和田地区と高崎駅をつなぐ通路として開放する。地下に200台に対応した駐車場がある。入試庫時の渋滞を緩和するため、道路から入り口ゲートまで約143メートル、道路から出口ゲートまで 約103メートルの大流長を確保している。ランウェイ方式の車両動線としている。また、歩行者通路が設置されている。ありがとうございます。